ベルビジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。サイズ、お値段等のお問い合わせはベルビジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する新商品、2月の23日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは相当いい品が入っております。はい、チャンピオン T シャツですね。まずは、はい、トリコのラージ、フットボール T シャツ、こちら一応ね黒だと思います。はい、黒ベース、そしてこのラバーもねプリントもいい感じです。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろは無地です。なかなか黒はね少ないと思います。はい、こちら12800円に消費税です。はい、チャンピオンだらけですね。はい、こちらトリコのダブルエクストララージ、こちらガンガン売ってますが一応デッドストックになります。はい、MIT、 こちらちょっとねベタベタ見えますが、これ染み込みです。そしてまあダブル XL 結構大きめですが、できたらねこのデッドから次洗った時に乾燥機入れてほしいですね。着丈もね全体的にキュッと詰まると思います。はい、大きさはねこのぐらいです。ただデッドストック間違いなくね、出てこないと思います。はい、こちらも12800円に消費税です。続いてトリコのラージ、はい、水色の霜降り88ボディです。そしてアメリカンミエスユニバーシティ、ちょうどね水色霜降りに紺の染み込みプリント、このラウンドのね文字自体も非常にかっこいいと思います。ラージサイズ、自分がジャストサイズです。はい、状態もいいですね。水色の霜降りっていうのもまた逆にいいと思います。はい、こちらも12800円に消費税です。そしてこちらいいですね、もうプリントが最高にかっこいいですね。はい、ランタグです。ランタグのサイズ40ってことは一応ねラージあたりだと思いますが、先ほどのねトリコのラージよりは少し細めです。グリーンの霜降り珍しいですね。赤とグリーンはね数少ないと思います。状態ね全然、タグも綺麗に残ってますし、襟元少しこの細めのパイピングのところが若干ちっちゃい小穴はあります。でもこれもね緑の霜降り、染み込みです。プリントめちゃめちゃかっこいいですね。こちら15800円に消費税です。1号パ。はい、続いてこちらがチャンピオンではないんですが、ボディ、ラージ表記5050の、はい、ネイビーボディです。そしてカラーフロッキーですね。はい、プリントもいいですし、このブルドック、はい、ブルドックやっぱね人気ですから、はい、こちらラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろはプレーンです。こちら19800円に消費税です。カラーフロッキー珍しいですね。はい、続いてオルテガのベスト、はい、サイズが一応ねラージエクストララージの両方タグついてます。白ベースでこれねほぼねデッドストックの状態です。はい、自分が着てちょっとねゆったりめです。逆にこのねGジャンの上から着たりとかしてね、かっこいいと思いますね。はい、もう見ていただくとほぼデッドストック状態、パキパキです。あとね白、形もすごい綺麗ですし、この脇割れタイプの、はい、あと柄ももちろんいいんですが、このコンディションだったらね全然着れると思います。はい、こちら25800円に消費税です。続きましてパタゴニアのベスト、はい、サイズ M サイズ、赤、まあ、ちょっと濃いめの赤ですね。フリースのベスト M サイズは僕小さいですね。僕が着るなら L サイズです。はい、フリースの状態はまあまあいいと思います。はい、まあ、これからの時期ね一番使えると思います。はい、90年代の、ベスト12800円に消費税です。はい、ミリタリーのベストですね。これもねかっこいいですね。 C1 ベスト、はい、まあ、これもねいろんな着方あります。結構ね軍物のアウターの上に着たりとか、結構このデニムのそれこそねこうGジャン止めてその上から羽織ってもかっこいいかもしれません。はい、後ろはこういう風にね紐になってるタイプで、こちら
はい、C1、下のこの紙も残ってると珍しいと思います。状態はねもう申し分のない程度ですね、はい、ちょっとこうね、おしゃれに合わせるとかっこいいと思います、はい、こちらで 25,800円に消費税です。 25% さあ続いてリバースウィーブですね。はい、このサイズ逆に珍しいと思います、トリプルエクストララージ、バツバツバツと3つありますが、逆にねこのサイズ探す方が、難しいんじゃないでしょうか。かなりでかいです、はい、僕が合わせてもこのぐらいの着丈感、袖もそうですが、綺麗なパープルです、はい、もう逆にねここまで来たら本当あえてダボっと、はい、もう女性なんかねワンピースっぽく着ても可愛いと思います、はい、12,800円に消費税です。続いて刺繍のエクストララージネイビーボディのハーバード、はい、いいですね。プリントもハーバードで、こう上にこうちょっとこう天秤のようなマークがあったりとか、はい、ロースクール、ちょっとね全体的に色あせてる感じと、このハーバードプリントいいですね。ハーバードといえばエンジなんですが、このあえてネイビーっていうのは逆にいいと思います、はい、こちら 12,800円に消費税です。続いてこちらも刺繍のエクストララージ、はい、こちらもネイビーボディが少しこうねフェードしてるのと、あといい感じのひび割れペイントプリントです、ペンステート、ペンステートもいいですね、はい、エクストラージちょっとゆったりします。自分が、はい、後ろはねプレーンで状態も全体的にはいいです。あと雰囲気系ですね、このひび割れプリント非常にいいと思います。こちらも 12,800円に消費税です。はい、続いてパーカー、はい、こちらトリコのラージいいですね。もうマイサイズです、はい、グレーボディサンディエゴですね。これもねいい感じの、このなんかサイドに広がるプリントもね結構かっこいいと思います。ひび割れプリント、はい、グレーのパーカー状態はね非常にいいと思います。今回もね300枚以上入ったんですが、やっぱパーカーはね少ないですね、はい、パーカー僕も、まあ、好きで、何着も持ってますが、やはりパーカーの方が 数は少ないです、はい、しかもトリコいいですね、はい、こちら 15,800円に消費税です。15%、はい、続いてこちらが刺繍のミディアム、はい、濃いめのグリーンです。これしかも、ね、状態がめちゃめちゃいいです。またこれリブがねほとんど伸びてません。ミディアムサイズで、もうなんか見た目ラージぐらいありそうな大きさですね。いかに状態がいいかってことです、はい、背中も状態非常にいいですね、まあ、胸ワンポイントの濃いめのグリーン、はい、こちら 19,800円に消費税です。はい、そしてスペシャル、はい、こちらリバースリーブのたたきタグ、サイズ表記が真ん中に入っているので、いわゆるこのたたきタグの2番目のタグになります。サイズ表記はこう斜め上にあるやつが一番初期です。これ次のタイプですね、はい、このネイビー全体的には色あせ、そうですね、前部分が特に焼けてます。後ろはねまあ一応そんなに焼けは少ないんですが、まあ、いわゆるこうね雰囲気系と思っていただければ。あと S サイズ、はい、まあ僕はちょっと小さいんですが、で細身の男性とかだったら全然普通に着れますし、まあ、ちょっとこのね若干襟元が伸びてる感じとかは僕女性が着ても非常に可愛いと思います。黄色のラバープリントですが、かっこいいですね。はい、こちら 29,800円に消費税です。29%。はい、そしてこちらも大人気ですね。USFA ハーフジップのこちらも叩きタグ。先ほどと同じです。サイズ表記がここに、入るスモールサイズです。こちらもスモールサイズなんですが、そこまで小さくないですね。はい。まあ、僕はちょっと細いと思うんですが、結構ねミディアムぐらいなサイズ感です。ちょっとねこの辺のまあ特に古い年代のリバースイーブ、意外と M サイズぐらいあるのに S のタグがついてたりとか、逆に言うと M サイズでちょっと小さいとかっていうのも、なのでまあちょっとサイズ表記通りって言いますか、ちょっとね大きめっていうのもあったりするので、ちょっと前にはねエクストララージぐらいあるのに XS のタグがついたりと、これはもう単純にイレギュラーだったりすると思うんですが、これはまあちょっとね M ぐらいありますサイズ感、
若干ねこの辺のシミとかはあるんですが、全体的にこれも色がフェードしてます。はい、まあプリントもね綺麗に残ってますし、何を言ってもかっこいいです。はい、こちら叩きの USFA ですね、ハーフジップ、こちらで 59,800円に消費税です。 59%。 はい、続いてヴィンテージスウェット1枚。はい、こちらタグをね欠損しております。前部位、そしてこちらフリーダムスリーブですね、こちらからこうラウンドして袖に入ります。フリーダムスリーブ、はい、緑結構珍しいと思います。しかもサイズがね、ラージ以上あると思います。僕が多分ちょうどジャストサイズで着れる感じですね。袖も長いですし丈もしっかりあります。後ろもちろんプレーンなんですが、後ろもねこのフリーダムスリーブ着ると結構ねはっきり分かると思います。はい、これ珍しいねステッチなんですね。普通だとこうラグランとかセットインなんですけど、こうグイーンと曲がってる、これがフリーダムスリーブという言い方します。はい、こちらで 29,800円に消費税です。続いてパタゴニアです。フリース、こちらが2012年の、はい、こちらメンズのラージサイズ、結構ね薄めのモスグリーンぐらいな色目です。フリースの状態こちらも綺麗ですね。一番見る特徴としてはやっぱこの肘の部分ですね、肘のここの部分はやはり、いろんな机とかについてしまったりで少し寝てしまうのが多いんですが、これまだねそこまで寝てないです。状態いいと思います。はい、パッチポケタイプで合わせやすいですね。ラージサイズ、こちら 25,800円に消費税です。はい、続いてオールドエクスレトロ X ですね。この中のねこのパープルなのが最高です。雪なし、はい、こちらが93年ですね。はい、ラージサイズ、パタゴニア好きな方はねこの今の雪なし、タグのこの上に白い雪があるんですが、この年代93年4年あたりですね、雪なしっていうのがあります。はい、こちら、濃いめのビリジアングリーンみたいな色です。ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズです。僕もこのねレトロ X 大好きで、はい、実は前に手放してしまってなかなか自分のサイズに出会えてないです。実はねフレンチレッドを探してるんですけれども、はい、状態フリースの状態、先ほど言ったようにこれも若干ね肘の部分少し寝てるとこありますが、でも綺麗です。まだまだ、はい、ジッパーもねそこまでよれてません。はい、こちら93年レトロ X で 39,800円に消費税です。はい、続いてこちらも90年代パフジャケットですね。はい、ラージサイズ、結構ねいいサイズ感です。僕がちょうどいいサイズ感、しかもこのネイビーかっこいいですね。今日ちょっとね久しぶりに僕デニムじゃないんですが、デニムでも相性いいと思いますし、こういったねちょっとホワイトのパンツ、きれいめのパンツで合わせてもこの形がねパフジャケットかな、パフボール、こうホワンとしてて、形がいいんです。僕がラージサイズでちょうどいいサイズ感です。はい、こちらで 25,800円に消費税です。はい、続いてナイキです。ナイキのコンタグエクストララージ、いいですねこのかまぼこタグ、めちゃめちゃいいんですが、ちょっとね程度がちょっとねペンキのような跡とかが飛んじゃっております。紺に黄色、これもね非常に珍しいんですが、はい、肘の部分とかねこの切り返しもいいんですが、ちょっとこういった汚れがついております。あとエクストララージ、僕がねゆったり着れるサイズ感です。まあいわゆるジョーダンのねシリーズ、ジョーダンのこの同じパターンのジャージとかもありますし、このかまぼこ、これもね非常に、珍しいです。80年代。はい、こちら 12,800円に消費税です。続いてコーチジャケットですね、チャンピオンラージサイズ、黒ボディいいですね、黒のナイロン、ラージだと僕がこのジャケットの上とかで羽織ってちょうどいいですね。やっぱ黒なんで特に言うことはありません。中のフリースも状態いいですね。はい、黒ボディのコーチジャケット、こちらで 7,800円に消費税です。はい、僕も久しぶりにこれ見たんですが、もうこの形ね、パッと見て分かる方多いと思います。はい、チャタグのノースフェイス、サイズがですねエクストララージです。この茶色のダウンシャツ、
本当に珍しいです。僕もねネイビーを持ってるんですが、自分がミディアムサイズで着てます。こちらねエクストララージなんでちょっとね大きめです。ジャケット感覚で着てもらってもいいですし、逆にねちょっと体格いい方、エクストラージがちょうどいいという方はもう持ってこいですね。しかもブラウンベースって本当に少ないです。あとはめちゃめちゃ程度がいいんです、はい、ダウンもだからそうなんですけれども、襟元の汚れほぼないです、はい、いかに程度がいいか、僕はですねちょっと実はここ襟元がねやっぱ70年代、まあ、後半とかなのでちょっと長いんですけども、ここをちょっとねわざとこういうふうに、短くリメイクしてダブルステッチの襟とかにして、着てます。結構かっこいいですね、はい。まあ、もちろんこのままオリジナルは着るのももちろんいいんですが、ちょっとこのねセブンティーズの襟を変えてあげてもかっこいいと思います。はい、こちら29,800円に消費です。29パーです。続いて、こちらですね、まあ、ジェイルジャケット、まあ、囚人って言ったらなんですけれども、形がですねちょっとこうシンプルで面白いです、まあ、そんなにすごい古い年代ではないんですが、デニムの感じから言ってちょっとねハンドメイドっぽい作りです。ポケットとかも何もついてません。そして後ろこちらにですねステンシル入ってます。まあ、ジェイルとこう読めるんですが、これちょっとうっすらっていうのがかっこいいですね。裏地、はい、こういったコットンでボタンもシンプルに銅のボタンを使ってます。サイズ大体エクストララージぐらいですね。自分がちょっと大きめで着れる感じです。まあね、ある意味面白いですね。あんまり見かけないジャケットです。まあ、ジェイルジャケット、はい、こちら 15,800 円に消費税です。続いてユーティリティジャケット、はい、こちらがですね、サイズ38ですね。はい、これもね状態非常にいいですね。特に大きなダメージ一切ないです。38、自分はねちょっと小さめです。これもね、まあ、色あせてしまったりしてる雰囲気もかっこいいんですが、このやっぱりちょっと紫っぽくなる感じのねこの濃紺、これがまあユーティリティジャケットのね特徴で、僕は一番かっこいいと思ってます。はい、袖のワッペンもねついてますし、はい、やっぱなかなかね状態いいのが少なくなってきました。はい、こちら70年ですね。25,800円に消費税です。続いて、シェルを1枚、はい、こちらゴアテックスのミディアムサイズ、そして、70年代ですかね、タグはこちらアーリーウィンターズ、このね、まあ、男の人がふーっと風吹いてるこのタグ有名です。こちらのゴアテックスのシェルですね、ちょっとねやっぱ年代経ってるので、ここのステッチの部分が少しこう茶色く、なってしまってるんですが、このちょっとねベージュであり、この逆にこのステッチ部分がね色が出てるのがまた雰囲気は逆にいいと思います。この襟元のこの形がね非常にかっこよくてですね、少し着丈も長めで、まあ、ミディアムサイズ、僕がほんとちょうどいいサイズ感です。あえてこういったね70年代のゴアテックス、はい、今着てもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらアーリーウィンターズで、19,800円に消費税です。はい、続いてデニムの LL ウィンです。はい、ちょっとサイズね表記が消えてますが、おそらくねサイズがラージサイズぐらいだと思います。42ぐらいですかね。自分が着てちょっとゆったりするくらいです。はい、もう形はねもう定番の形だと思います。LL ウィン。はい、こちら、19,800円に消費税です。はい、こちらも定番ですね。もうローレンサイズ、ミディアムサイズです。結構ねミディアム S、 まあ表記によってあとねちょっとタグがもちろんローレンとかカントリーとか変わるんですが、サイズ感結構ねまちまちです。僕もねミディアム持ってたり S 持ってたりするんですが、これねこのミディアムちょっと大きめです。僕が羽織ってちょっとゆったりします。はい、まああのね腰のねベルトはないんですが、はい、柄的にもねこうブラウンでまたこう合わせやすい、ちょっとねまだ残り、まあ、涼しい、ね、寒い間は羽織れるんじゃないですか。そこにここにねちょっと緑の汚れがついてるぐらいです。あとウールの素材的にはね状態いいです。はい、こちらガウンで 29,800円に消費税です。続いて、緑レベル7ですね。サイズラージサイズ、はい、こちらデッドストックの状態ですね。はい、
ラージサイズちょっとゆったりめです。僕が M サイズを着てました、はい、ちょっとゆったり着る分にもねいいかもしれませんし、まあちょっと自分よりね体格いい方、これを持ってると一冬はもう完全に過ごせます。めちゃくちゃあったかいです、はいはい、中のもう状態もね非常にいいですし、あとこの色目がね、大人っぽくて使いやすいです。はい、こちら 29,800円に消費税です。はい、続いて、アーミーハットですね、デニムの、はい、もうね色ちょっと落ちてます。そして雰囲気、まあちょっとこのねトップの辺にダメージが2箇所あるんですが、まあこの辺はそんなにね目立つあれではないと思います。内側もね、ユーズドではあるんですが、結構ねメンズが被れるサイズ、まあ7と2分の1とかっていうサイズ表記ですよね。はい、でも結構こうここ寸法を測って書いておきますので、そちらチェックしていただければ。はい、こちらアーミーハットで 29,800円に消費税です。はい、続いてトートバッグです。はい、入荷の時にもね紹介させていただいたんですが、 LL ビーン、こちらねタグが欠損してます。おそらくね筆記体のタグじゃないかなと思います、この辺につく。はい、そしてはい紺の、まあ、紺白僕もね一番使いやすくて、まあ、結構いっぱい持ってますが、このプリント見てください。まあ、これちょっとね女性っぽいので女性におすすめします。このアヒルちゃんとハート、はい、両面にプリントあります。はい、可愛いですね。こちら 12,800円に消費税です。続いてこちらも定番ですね、はい、80年代のタグです。はい、LLB この下のね、紺の文字、これ80s の照明です。内側めちゃめちゃ綺麗です。こちらも白にネイビー、この裾のねここの部分少し削れてるぐらいですが、まあこれでも全然ね大きいダメージっていうほどでもないです。ちなみにまあ僕も何個も持ってるんであれなんですけど、使い勝手は抜群にいいです。この容量だと結構量入ります。はい、結構ね自分もまあ仕事でデニムのサンプルをっていう時に、まあこれにですねデニム5本入れて持ち運んだりします。全然ねもうもちろん丈夫ですし使い勝手は最高にいいと思います。はい、こちら 12,800円に消費税です。はい、続いてこちらファティーグジャケットのセカンドタイプ、サイズがですねスモールレギュラー、はい、ノンリップですね。はい、最高にかっこいいと思います。僕も、この年代が一番好きです。はい、スモールなので僕はちょっと小さめですね。はい、スモールロングだと僕はね、ちょっと若干丈長めで合わせるのには切れるんですが、はい、こちらちょっとね肩ダメージあったり汚れがあったりします。まあアジャスター部分問題ないですね。はい、襟元に少し汚れがあったりはするんですが、やっぱこのノンリップ、はい、やっぱかっこいいですね。うん、タグもありますし、まあ、全体的な状態はね問題ないかと思います。はい、こちら 25,800円に消費税です。はい、続いてこちら、まあ、大人気ですね、このファーストも、はい、スモールロング、うん、これはね僕も着れるサイズ感です。はい、まあファーストこのボタンがねむき出し、はい、もう言うことないです。自分が、T シャツ1枚とかで羽織ってちょうどいいサイズ感です。はい、結構ねタイトに細く着れる感じですね。はい、身長ある方だったらロングサイズでも全然かっこいいと思います。はい、状態はこれも非常にいいですね。ワーペンもついてますし、もう言うことないんじゃないでしょうか。はい、ファティグのファーストです。こちら 59,800円に消費税です。続いて70505のビッグイー、はい、お探しの方は多いと思うんですが、サイズ36です。濃いですね、かなり状態いい。そしてビッグイーです。うん、なかなか最近ねこのぐらい濃いビッグイがねどんどん減っております。36でもね着れる方多いと思いますし、まあ、僕は大きく着るっていうふうに言ってはいるんですが、もうこのやっぱ形が形なのでこのシャープな部分、結構ねジャストで着られてももちろんかっこいいと思います。はい、まあ大人っぽく着たければ逆にジャストでもかっこいいですね。はい、こちらビッグイで 29,800円に消費税です。そして最後のヴィンテージ、めちゃめちゃ色落ちいいですね。こちら501の66、はい、66です。トップボタン裏がもちろん6番、そして
ビッグイです。66のビッグイと言われる年代ですね。はい、実際ビッグイっていうのは何年までですかって言われるんですが、73年頃までビッグイ使われておりましたと答えます。こちらスタンプです。はい、ここを見ていただくと062と読めます。下はね501と読めるんですが、端っこの方に11と見えます。こちらが72年ですね、いわゆる、はい、72年の66前期、はい、もちろん前期ですね。ここの辺は、スモール E とビッグ E がね混ざっております。72年には、もうスモール E になっている可能性もあります。もちろん73年でも、スモール E があるんですが、ビッグ E も存在します。まあタブが余ってしまって付けられたっていうのもあると思うんですが、非常に珍しいと思います。逆に色落ち抜群にですね、まだまだ色濃い状態、縦落ち綺麗です。はい、裾もオリジナルですね、チェーンステッチ。そしてパッチサイズ3329、はい、このねレングス29表記って逆に少ないですね。僕も結構ね短く履くのが最近ほんと好きで、僕もね3430とか3330表記なので、今実寸がニッパチっていうレングスのやつを結構ね好き好んで履いてます。このねレングス結構ね需要あると思います。はい、あとはこの状態です。501のビッグイ、66ビッグイでいいですね。66ビッグイでこの程度です。なかなかないですね。3329縮んで今実寸が3227、はい、これジャストの方多いと思います。はい、こちらお値段89,800円に消費です。89%、はい、10万以上抑えました。本日からですね、ウェブストアの方で限定でですね、30% オフの冬物の、まあ、いわゆるセールを行おうと思います。一応5点ご用意しております。そちらの方を紹介させてもらいます。はい、こちら、はい、アラミドジャケットサイズが、ミディアムサイズですね。はい、特に大きなダメージはないんですね。襟元少しだけ焼けてるぐらい。はい、ミディアムサイズ、自分がねジャストサイズです。はい、まあ、これもねでも大人っぽくて非常にかっこいいと思います。こちら15,800円の 30% オフになります。はい、続いてラルフローレン、はい、ミディアムサイズですね。ハンティングジャケット、はい、裏地がネルがついてるタイプです。はい、ミディアムサイズ、自分がちょっとゆったりめですね。はい、こちらちょっとね背中にダメージがあります。1箇所もしなんかねワッペンとかでも貼って、ハンティングジャケットなのでね、ちょっとこう刺繍のね、まあ、ワッペンなんか貼ってもかっこいいと思います。はい、こちら15,800円の 30% オフになります。はい、続いてこちらリーバイスのボアジャケット、デニムのボアジャケですね。サイズ38、はい、これ状態いいです。はい、全体的にねダメージも一切ないですね。まあ、4つポケタイプ38です。はい、こちらも15,800円の 30% オフです。はい、続きましてノースフェイスのダウンジャケット、はい、サイズがねエクストララージです。はい、ブラウンの初期タグですね。こちらセローという形です。はい、ネイビー、はい、ちょっと XL 僕は大きめです。身長180オーバーの方で体格いい方、はい、ぜひおすすめです。状態いいですし、やっぱこのねセロやっぱ大人っぽくてかっこいいですね。はい、フードはねちょっとあの別当時別売りだったんですけど、フードはついてないです。逆にこのネイビーのフードだけを探すっていうね、旅もありだと思います。こちらも15,800円の 30% オフになります。はい、続いてこちらもラルフローレンですね。はい、こちら XL、 こちらねオールドだと思います。はい、こちらもチェックの一応これダウンですね。はい、袖ポロスポーツと入ってます。はい、サイズちょっとね XL なんで大きめです。まあ、今のねファッション的にダボっと着るというファッション的には逆にあってもいいんじゃないでしょうか。はい、これね定価もねめっちゃ高かったと思います。はい、お値段こちらも15,800円の 30% です。まあ、今5点オール15%ですね。こちらから 30% オフになるセールになります。今日のご紹介は以上になります。
ベルベジの方ですね、買取、委託販売も行っております。あの新入荷の商品ね、今これからどんどん出しておりますが、店頭の方にもね、まだまだいっぱい商品ありますので、ご来店お願いします。